はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は円卓サクチャレの投手でやっていきたいと思います。でデッキの方は、こんな感じになってますということで、前回のね、円卓サクチャレ応援ガチャで手に入れました、PSR アーサーを入れてます。で PSR プラゴのツノちゃん借りて、で例によって女の子はまた4人揃えてあります。で得意練習も、5種類揃えてあります。まあアーサーがね、スタミナと変化球持ってて、で、ルナちゃんもね二刀流なので変化球と筋力、ここでかなりもう3つ稼げるんで、あとは、サナちゃんの精神とみやびちゃんの守備になりますと。でもう一枠がね結構空きが出たんで、モード君を入れるか帽子なし山口にするかでちょっと悩んだんですけれども、一応変化球最大3タックが狙えるということで帽子なし山口を入れてますという感じです。まあ、これでやっていきましょう。まあ、特攻さんだしね。で一応見とくか。そうだね、コツアーサーだいたい経験点くれるからね。サナちゃんの評価も上がりますし、やっておきましょうか。こういう時に限ってコツをくれるかな。でまたコツが来てるな。あ、サナちゃんか。これはもらっておこう。低め。あとねこの編成でねちょっと欠点は前指がね重いっていうところですね。あ、またサナちゃんいるな。ちょっと待って、メンタル見て回復しながら勧誘もちょっと狙いたいんだけどな。4人か、なかなか美味しいよね。だサナちゃんのコツ、まあでも3人は乗ってるっちゃ乗ってるんだよな。こっちにしよう。勝ち運、帽子なしグッサンがねかなりイベント数重いですけれども、それに加えて前が4人いるんで、ちょっとねイベント消化できるかって言われたらちょっと分かんないですね。まあ、金徳の数は特に関係ないじゃないんですけれども、ちょっとでもね、イベントとかでも経験点はもらっておきたいというのがあるので、ここはちょっとまあ評価上げをしつつやりますかね。ほい。でまた例によって二股になりますので、お守りは持ってきてます。まあ、ここもねちょっと安定を取っていきましょう。漫画で、でコツ、メンタル、体力が減るのか。まあみやびちゃん、まあ確かにね、あげたいはあげたいよね。つのちゃんか体力マイナス5か、どうなんだろうな。みやびちゃん絶対コツくれるんだよね、投手だから。美味しいは美味しいよな。体力下がっちゃうけど体力が先に下がるんだよね。体力先に下がるっていうか結局体力が下がっちゃうんだよねってこと。まあ、ここで回復してくれたし、まあ、いいでしょう。エピック完了と。じゃあもう一つのエピックもこなしていきますか。ほい。さらにそこから、最初のエピックはな、回収したいんだよな。回収したいんだよな。さら、まあ、アーサーがいるんでね、異物が出てきますと。で2つこなすとまた異物が出てくる条件になるので、左上のエピックレベル1を取る前に、怪我プラゼロの、プラゼロっていうか怪我率 0% のあれを消化しておきたいと。つのちゃんやる気が下がるのか。いやー、どうしようかな。まあ、ちょっとあげとこう。悩ましい結果になったね。でここをアーサーにしとこう。入れてるから、入れてるとなんか変わんの。
んー、これどっちがいいんだっけ、なんか忘れちゃった。体力最大値で、メンタル、あーメンタルもいいね。よしメンタルにしよう。一応ラブパワーで真ん中にしとこう。モテモテ、体力も回復するし、モテモテにはならない。清掃2が終わりました。でこれ何がいいんだ、別に敏捷ポイントとか必要ないからね、プレイで対抗。よし最大値、そろそろ異物ができるね。やっておきましょう。ほい、あと左上を回収したい。んー、コントロール朝か。ルナちゃんの評価、いやサナちゃんとグッサンの評価もそんな高くないね。じゃあここにしましょう。よし異物 OK、 体力最低値がめっちゃ上がってくな。でここはソーダなにして回復をしつつポーカーフェイスを潰しますと。でタック、最初の方のタックはな、別にって感じなんだよな。通過したいんだよね、ここの左上のエピックは、じゃなくて右上のエピックは。なのでちょっとスタミナもね、美味しいは美味しいんだけど、美味しいは美味しいんだけど美味しくないよ。宝石がついてるから増えてんのか。ちょっとエピックを通過させます。ここは変化球レベルをねもう1上げたいんだけどね、3にはしておきたい、タックの数からして。ど根性で彼女的なものはちょっといないね。サナちゃん、アーサー、ルナちゃんとグッサンの評価も上げられるので、よしこれでいこう。なぜなぜコツをくれるアーサー。変化球か、まあ、オール5だからな、通過させたいんだよな。でもそうするといつまでたっても変化球レベルが上がらないっていうのがある。ちょっとコツ潰しに行きましょう。打たれ強さとかいいや、もう潰しちゃおう。ポーカーフェイスはまあ5だから OK でしょ。カッチュー要所も1でいいや。バント封じ、あとじゃあ軽いやつを潰しに行きますか。リリースだけだけだね。じゃあここはちょっと一回コツ、うん、 OKOK 経験点お告白 OKOKOK。だいぶ体力は高い状態で保っていけてますね。趣味か、珍しいな。みやびちゃん美味しいは美味しいよな。エピックってなんかやることあったっけ。あった、縦ごと、まあいっか、これは2で回収するか。みやびちゃんはね普通に円卓で使うのも全然ありです。普通にありで、そうだね、ちょっと変化球レベルを中心に上げていきますか。勧誘をしつつ、できれば4にしたいんだけど4はちょっと厳しいかな。あこれなんかどっちがいいんだ、ちょっとわかんねえな。サナちゃんの評価とかそこまで上げる必要ないからな。もうルナちゃんの言う通りにしてみよう。根性か、一応ど根性つかんだからね。でまあスタミナもねもちろん上げられれば上げておきたいん で根性今つかんだよね。じゃあ根性は潰しておこう。ほいで、スタミナ
で年始めくらいになったら右上の3のエピックを回収したい。で聖杯イベントが進んでくれると嬉しい。これも下でいい、うん、いいね。体力最大値 5% か。2と3だったら回収しちゃっていいな。物産、カチューン、タイピン、あとなんか1つ増えてたよね。カチューンはもう掴んであるからポイント。順応か、順応は取ろう。お、体力上がった、やった、助かったわ。だいぶ減ってたかな。でこれはいいや、もう切っちゃおう。よし、まあ、バント封じとかも取っちゃったからね。でちょっとコツをもう一回見ていきます。ジャイロ、あとは順応を取る。あとはちょっと進めていきたいんで、進めていきたいんだけど、メンタルは1で取っておこう。やっぱ変化球レベルだね。変化球レベルを上げていく。まずはちょっと3を目指します。変化球レベル、よし、3になった。上コオロギって、うお、気分屋になるんだ別にいいけどさ、打者じゃないから。でちょっとそうだよね、その代わりっていう感じだよね。これは回収したくないんだよ、あげたいから。スタミナで通過させるか。球速ってちょっと思ったけど、スタミナレベルが上がる分には悪くないんで、ちょっとこれスタミナで通過させます。4も上がったんだけど。でここもじゃあ進んでいきますか。今のエピック状態は特に何もないからね。でコツはどっちが来るんだよくわかんないけど、タイピン、タイピンはもうじゃあ3でつかもう。アーサー回収。あ、夜当たり上手になるんだ。で、ツノちゃん。んー、もう一口もらおう、体力回復のために。で、特に何にもないね。特に何にもないんだけど、3エピックはちょっと回収しときたいから、2人勧誘しとこう。ほい、とりあえず聖杯関係が来てくれ。 OK、 円卓の秘密か。よくこれが来るな最初に。野球がうまくなりたい。今日経験点もくれるからね。あれ、みやびちゃんって何くれんだ、ついてないと。キレか、あ、悪くないね。ちょっとキレ取ろう。じゃいくつだった、1か。まあまあまあいいでしょう。でタイピンももう掴んじゃいます。さてちょっとエピック、エンタクルスのレベル上げで、左が3になったら回収したいね。ということは、うわ、ちょっとこれもったいねえな。1か、1かかといってな、回転が来るまでだいぶ時間がかかるね。そっちはすっげえ評価低いわ。進めていくか。じゃあ、いやもったいないな。いや進めちゃおう。で打球反応が取れた。これルナちゃんのコツになってるんで、ちょっと潰しておきましょう。でまあ、イベントは進めていきますか。特に切る理由もないんで。で敏捷ポイントはねかなりあるんで全然 OK です。じゃあちょっとデートをしてお茶を濁していきますか。
あとは練習とデートどっちかで進めていきましょう。打たれ強さ、これもちょっとデートだな。エンタクルスのレベルが上がるまではもうデートでもいいかもしれない。買わない。とにかく経験点に走る。でどこまでいける？1回収しちゃう？1回収、そうするとねあれが3になるんだけど、タックが来るかって言われたらちょっと分かんないんだよね。まあ無難に2で回収しちゃうのもありかな。そうだね、回収しちゃおう。これはちょっと回収しちゃいます。対左、超お宝探し OK で、左下を取ると聖杯が進む。いや進まないかもしんないけど、進むと信じて俺はやったから今。よし、ひなちゃんちょっと能力を揃えていきますか。筋力結構足んない。140、コントロールなんて D でいいや。スタミナいい。あとは変化球どうしよう。カーブ、無難にカーブ。5、あれレイピックどうしたっけ、やってないよね。よしこれやって、で回収ルナー OK で聖杯のありか。いやスポットリンクもらってももうあれなんだよね、バレンタインなんだよね。でサナちゃんまた来ないね。サナちゃんなんでこんなにさ告白がいつも来ないの、どうなってんだ。よしここはもうどんどん回収していこう。対左か、潰せっかな。全然技術ねえや。で技術マスってある？うちなくね。みやびちゃんがいるのか。めちゃくちゃ掴んだ。よし経験点、やる気がない。おいやる気は全くなくなったぞ。大丈夫か。ダメっぽいんだけど。どうしようかな。グッサンか。グッサンももうコツは全部掴んだよね。さあもコツは全部掴んであるんで、ちょっとこれやってないよ。グッサンコツは掴んだんでいいか。回収しよう勧誘要員を。ありがとうございます。まあ、グッサンもそうか、変化球ポイント高いのか。でデートしましょう。やる気上がれ。よし2段階上がった。北風と太陽、これ北風にしてみようか。たまにはあーまあまあ、どうだろう。経験点の総経験点的にはなんか大して変わんないね。でどうしようかな。回転があと2ターンか。左下のやる気は3にしたいな。そうすると3にしたいんで、あーデートでお茶を濁しますか。またじゃあサナちゃん今回はもうここで2人とも彼女になってるんで、糸端が来たらちょっと評価を戻していかないといけないんで、そこの分のデートも残しつつちょっと進めていきましょう。コツか、コツ次第だな。まあアーサーか、回復か、まあ悪くないね。やっとこう。よし OKOKOK、 経験点をくれる。エピック完了。そして探索が可能になりましたと。あれこれ上でいいんだっけ。で回収、あれ全然進まないな。そうか
全然進まないか。まあいいや。じゃあ回収しちゃうか。ほい、あれ玉、あれ玉もアーサー持ってるからね、掴んでおきましょう。先手必殺かぶってんな。少し休もう。別にかぶってる分でもいいんだけどね、かぶってたって。でそもそも金特区じゃねえや、タックが来てないんで、ここはまたデートをしちゃいます。なんか手に入れたっけ。あ、そうだ、あれだあれだ、あ、内角もあった。内角めちゃくちゃ掴んでるから回収して、あれ玉もちょっと回収しておこう。でお出かけ、体力回復したいんだけどな、どっちがいい。どっちもどっちかな。まあ、サラちゃん確実に30は回復するから。サラちゃん回復しない時ってあったっけ。いまいちデートがまだ把握しきれてないんだよな。バランスは良かった気がする。体力もちょいちょい回復して経験点もくれるみたいな。いやー、ここで来なかったか。ちょっとこれをねマジで回収しておきたいんだよね。ちょっともう一回、ほんとサナちゃん回収してエンタクルスのレベル1上げたかったんだけど、まあしょうがない。期末テスト終わった後だと思ったけどな、3月4週って。3月4週になんで学校があんの。別にいいんだけどさ。よし、これでじゃあほい、回収いたします。で聖杯関係もう一個あったからね。そうそうそう。でこれをどこで使うかだよね。3は全部回収してからやりたいんだよな。ちょっとグッサンが終わったな。あ、まあ、経験点かなりいいよね。やっぱ進めるべきだね、そう考えると。でどうしようかな、5月になってからでいいかな。一回ここは全部回収して、あれ何ターンかかるんだっけ。4ターンか、それなりにかかるね。ってことは、ただ今回ここが回収できるんで、ちょっとやべえな、この回収経験か。使っとこう。じゃあフォーク、あとなんか使わなきゃいけないのってある。精神がすっげえ余ってんな。ということはど根性取ってしまう。でじゃあこれ、はい、しかもツノちゃんがいたから全然体力減んなかったな。そこからのコツ、いけたー。いやもうこれはデートで戻す。3回ずつ残ってるはずだからね。いやここも回収してこう。あ、ツノちゃんいたわ。オッケーオッケーオッケー。よし、尻上がりも潰そう。お、変化球レベルもアップ、さらに体力回復。いやもうこれはちょっと普通に意外な戦い方、打たれた。危ねえ。でこれちょっと回収しておきたいんだよね、3になってるから。でそうすると監督強化も大丈夫だな。ちょっと待ってね、精神がマジで余ってる。精神がマジで余ってるんで、闘志取るか。ポーカーフェイスも5だからね、闘志を取ってしまおう。であとはなんか手に入れたの、ああ先制ストライクか、これも取っちゃおう。先手必殺ってこんな安いんだ。変化球ポイント、そうださっきめちゃくちゃ手に入れたからな。じゃあこうで、あとはマップ何個、スライダー。ね、コツはコツでちょっと美味しいんだけど、どうしようかな。やるか。ちょっと遅れた、出遅れた。しまった、だいぶ出遅れてしまったな、これ使うのが。
2個前くらいで使っとくべきだった。じゃあ一回ちょっとメンタルやるでしょ。一応先発にはなってるけど、もういいや、お任せいたします。基礎能力はそんな高くないよね。変わってる、スタミナがないからね。ど根性はあるけど、で結局1か。いやもう1でもいいんだけどな。スタミナやるか。異物か。回収して終わりそうだな。まあ、やるだけやっとこう。4ターンで変化球もまあ進めるだけ進めるか。進めよう。いやーほんとしまったな。もうちょっと、もう2ターン早く使ってればちょっとここら辺だいぶ違ったんだけどね。消し。ピクいける？人が足りないよね。剣。無理だ。剣を取るも人間がいない。まあ、期間もないしね。まあ、サナちゃんはちょっと4回目までは確実にやっとかないといけないんで。あれ？ピンショポイントくれんだっけこいつも。さてこれでレベルが上がりましたと。 OK 回収していこう。ガンガン回収していこう。もうでグッサンはポイントをくれるでコツがあるから、一応コツ、いやなんかもうあんま意味ないっちゃ意味ないんだけど、なんとなく潰しておこう。玉持ちも2で、玉持ち結構重いんだよね。ちょっと重いか。まだ逃げ玉も一応重いんだよね。技術を使うからな。引き手は回収しておこう。縛り、いや重っ、どれも重いな。いやもうもういいです。はい、玉持ち左、玉持ち左はじゃあ潰すか。監督評価あれで8上がるんだ。じゃあ左掴んで玉持ちも掴もう。4でもこんだけかかるんだ。でアーサーか。ただちょっと待ってね、さすがにこの2つは回収しておきたいな。でもう間に合わないんで、人は多分揃ったけど6月の2週だからね。二刀流に挑む。なんかダメだった。お、回収しよう。これはもういきまーす。でじゃあエピックも絶対無理だよね。無理、ピックは絶対無理なんで。溢れるものある？ないよね。で3周は特になしか。なしだったらデートしよう。あと2回ずつ残ってるわ。いやまあ別にいいんだけどね。うわ来なかったか、来なかったか。どうすっかな。変化球を40か。筋力40か。だったらこっちでサナちゃんコツっていうか、
経験点をもらっていく打たれ強さと低め取ってあるから、ちょっと少しでも稼ぎますか。じゃあここ普通にポイントもらいつつサナちゃんから経験点をもらう。またダブルタックトリプルタックが来ない限りは基本デートでいいかな。調べる。聖杯はジャウナリ。まあそうか、今回別にモード君入れてないからね。でタックが来てるわけじゃないんで、ではデートをしたいんだけど、スタミナちょっとスタミナ C は欲しいね。投げ切りたい。で148コントロール悪。じゃあデートしていきます。じゃあまあ先にツムちゃん終わらせちゃいますか。ここは結構経験点でかいんで最後で尊重する。で超尻上がり、超尻上がりはね、あの試合でも結構有能なんで、しっかりとピンチャンでいくか、魔のピンチャンでいくか。ブンブにボッコボコに打たれたかなこの前。お待たせいたしました。ただやっぱり最後まで行きたいよね。GGD 凄まじい能力だな。こんなやつに打たれたくないんだけど。そうだ、俺弾荒れてんだっけ。荒れ弾、あれ荒れ弾ってさ、スタミナの消費が多くなるの。お、走った。誰お、岸田くんだ。これ弾は普通に強い。ちょっと待って、ちょっと悩んだ。変化球かどうか悩んだ。よし、ミスターゼロの力を見せてやる。そんなもん持ってないけど。一応尻上がりを持ってるからね、チャンスメーカーなんだ。戸田くん、あれ？なんでこんなやる気が低いんだ俺。あれ今やる気低かったっけ。まあいいや、とりあえず0点に抑えれば。やる気が低かろうが高かろうが経験点に支障がない。あれやる気マックスだよね。なんであれ、なんかあったっけ。わかんない、謎だ。ちょっと変化球見ます。あー、これ経験点になるんだよね。これはちょっと経験点。え、ルナちゃんだってもう回収したよな。打球反応ジャイロ根性だよね、取ったよね。打球反応ジャイロ根性、打球反応根性はだってもうそもそもど根性掴んであるからね。でジャイロも取ったから、よし、OK。じゃあ、今回はここやりますと。ほい。で、経験点もらいますと。で、ちょっと、だったらデートで、経験点回収した方がいいかな。サナちゃん結構くれるからね。うん。66くれるから。でしっかりピンちゃんと。コントロール低いな、ほんと低いな。精神すげえな、精神がだいぶ余ってるわ。お待たせいたしました。また取られてるよ。エンタ、何なの。ワンアウトランナー二塁という場面で同江初球を打った、鈍いゴロアウト。エンタクなおもピンチが続きます。ストライク、チャンス丸出し。しかも打ちました。アルボール大角度で空振り三振、得意のジャイロボールで仕留めます。エンタク同点のチャンスです。
ワンアウトランナー一塁三塁という場面で菅原、まずは同点にしなくては。投げた、打ちました、ポテン受け、これかい。あ、これってさ、え、キブイヤ関係ある？いや、矢部はすごいのは知ってる、矢部がすごいのは知ってるけど、気分や関係あんの？投手なのに。いや、打席の時は分かるよ、打席の時は分かるけど、あ、大丈夫だよね。5回です。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で西島、今日はファーストゴロと三振。第3球、その打席の時の調子がそのまま引き継がれるとかだったら最悪なんだけど。さあ、投球は5球目。気分屋のイメージがさらに最悪になるんだけど。スイングアウトを取りました。5回でこのスタミナ量か。これ最後まで投げきれなそうだな。マントに追う展開で迎える6回です。キャッチャーがね、という場面で菅原、一般人だからね。今日は三振とセンターフライ、ファールボール。もうすでに1点取られてるし、投げた、打ちました。1点を取られるとね、結構スタミナ、これはアウトです。消耗するから。初球カーブは空振り、1球目空振りから第2球またも空振り、これで追い込みました。パワー A あんのかよ。初球高めボール、第4球を投げた、すげえな。空振り三振。さあ、いよいよ最終回か。先頭バッターは大津、第9投げた、見送って超尻上がりの力を見せてやる。投げた、スタミナはないけど148キロはまだ出る。ボール、第4球を超際どいところに。148キロ直球、まだまだ148出るよ。第9、ど根性はまだ来てないね。変化球ストライク、ど根性ってどんくらい持つの。これから2球目、低めのボール引っ掛けた、okay、セカンド取りました。勝利まであと1人。池上君、ヒッターは池上、円卓、ここは何としても抑えたい場面。直球見送ってストライク、第2球投げました。アウトコース低めいっぱい、ストライク。遊び玉やらない、3球でコーナー。マウンド上はヤブキ。ギリギリに仕留める。投げました。よーし、スタミナがすっからかんになったな。B まで上げとこっかな。で、スタミナワンタックかだったら。程度乾燥させてしまいましょと。あれ、これなんかどっちがいいか全然わかんねえや。じゃあプレゼント、ジャストフィーとか、なかなか珍しいコツだね。で、アーサー、もうさすがに急速攻とかいらないからね。よし、 OK、 経験点ゲットですと。ではスライダーも5にしちゃいますか。で、あ、縛り持っとこう。ジャストフィット、そうか、グッサンから順応をつかんだんだっけ。技術が足りてねえな、技術が足りてないけど、まあ、あんまり気にはしない。スタミナ A にしとこうかな。はい、最後まで投げ切るだけの力が欲しい。お待たせいたしました。復活があるとね、マジで余裕なんだけど。出た、このノーアウト、ランナー2塁という場面で掃除、第2球、すげえかんな。インコース高め空振り、これで追い込みました。外れた、ボール、第4球は打った、親よし、OK、一塁へ送る、アウト。みやびちゃんマジで助かったわ今。ランナーは2塁変わりません。あれ、みやびちゃんじゃなかった、危なかったよね、あのあたり。抜いていった、抜かれてるし、やべ。いいバッティングを見せました。円卓、なおもピンチが続きます。ここはもうボール、ゲー、マジかよ。第3球を投げました。インローを抜けストライク、抑えるしかない。第4球を投げた、外角低めストライク。どうする、追い込んでから第5球、OK、低めいっぱい、見逃し2アウトになってくれれば、あと下位打線投げた、ゲー出てた、関駅1点先制、やりおるわい。両方タイムリー、下位打線だと見くびった俺が悪かった。アウト、セリン、マジかよ、何にもなしかよ。いよいよ最終回、何にもなしか。トップバッターはカーネ、け、打ちました、ツーレー、頼む、やーべえ、お前は本当役立つやつだ。インコース低めストライク、
第2球間とかね、何なのこいつ。投球はこれから3球目。 X カリブルとか打たれんな、なんか死んだけど。これで2アウト、ランナーありません。見送ってボール、投げた、まっすぐ空振り、投げた。エクスカリバー怪物球持ってんのか。さっき矢部くんが取ってくれたの、怪物球が生きてたんだな。次は6球目、投げました。オッケー。152キロ直球、空振り三振。さてここから2、3、4か。打順的にはかなりいいね。しかもまだ周囲スタミナすっげー残ってんな。ここで一つ形を作りたい。全然打ててなかったからね。第2球、投げました。まずは塁に出る。打った、センターへ飛んだ。ヒットになります。でバッターは3番高原。これはつなげる。スタンドからはなんとか長打をと期待を。初球危ない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 。オッケーオッケーオッケー。で岸田お前が決めろ。空振り空振り空振りってなんやねん。まずは見送りました。第2球、投げました。ちょ待って、スプリット、そりゃ空振りするわ。投球は3球目、投げました。アウトロー、スライダーは外れてボール。第4球を投げた。これもちゃんと見る。次は5球目、これだ。騎士だ、お前がヒーローだ。入った、サヨナラホームラン。満員の甲子園球場が揺れています。スタンドへ叩き込んだ。そう、宮城ちゃんが真っ先に駆けつけたな。なんて羨ましいやつだ。みやびちゃん振り袖で熱そう、甲子園。まあそれなりに経験点もらったな。なんだかんだで1失点だかんね、俺も。なんだかんだでね。これどうする、こっちにかけよう。アーサーにコツをくれないことを祈る。そう、これコツをくれないアーサー、君はこういう時に役立つよ。で、また精神がすんげえ余ってんな。なんか使うのある？変化球対抗心か。野手なんか取っとく。逆境とか取っとこうか。なんとなく逆境、いやムード丸を取ろう。ちょっとムード丸を取ろう。で逆境も取る。よし、ムード丸でちょっとみんなの打撃力を底上げする。こいつ甲子園に来てからムードが良くなったなってみんなに思われてるからね。さあ先制のチャンスを迎えました。ムード丸よっしゃ。これがムード丸の力。おお、いいね。これがムード丸よ。第9球、アウトコース低め、ボール。第2球、投げた。ひりきだ、ひりきだけどなんとかなったな。リードを2点に広げます。富田君もやる気が、やる気に満ち溢れている。初球打ち抑えた。三塁は富田、センターへの犠牲フライ。円卓さらに1点追加。三対0。円卓って意外にパワー少ないね。ミートがでかい。投げた。あ、しまった。打った。ファールボール。第3球を投げた。打ちました。掴んでこれでスリーアウト。エンタク、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー二塁という場面で若林それなりのパワーが重そうなストレート、空振り三振。さあここは抑えたい場面。バッターは縛りって見逃しが増えやすくなるんだっけ。どんくらい増えやすくなるのか知らないけどさ。鋭く切れていきました。ファールです。変化球、空振り三振。効果のほどが実感できない。エンタク追加点のチャンスを迎えました。大沢君、2アウトランナー二塁という場面で、あ、待って待って待って、カットボール手出しちゃった。ここはエンタク、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁三塁の場面で関野、今日は勝負ロード三振。第3球を投げた。フォークボール見送ってストライク。パワーないじゃんこいつ。カーブはボール。第5球見てきたな。投げました。打ちました。第6球を投げました。何こいつ、選球眼がある。7球目、ランナースタートを切った。打ちました。三遊間のゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。結構危なかったね。なんかみやびちゃんに結構助けられてんな俺。ツーアウトランナー二塁という場面で菅、打ちました。初球打ち抜けた。菅原ナイスバッティングです。やっぱショート二遊間大事だよね。二遊間の守備は。さあ次の投球、もう外角低め。第3球をここちょっと2点追加したい。打ちました。使えた。オッケー。ギリギリ頭抜けたな。前進守備だったね今。4対0。投げました。初球を打ちました。取ってこれでスリーアウト。チェンジ。いい守備してる。
略号追う展開で迎える7回です。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で9番がこいつか打ちました。1塁2塁関係の当たり、いやさすがいい守備だ、本当に本当助けられてるわ、ありがたい。この回のトップバッターは大沢、これだけでも宮城ちゃん入れた甲斐があったというのよ。宮城ちゃんと試合経験点ボーナス持ってるからね、それだけでもかなり大沢余裕掴みました、役立ってくれてる。北斗は CC なんだ、バンキがいいね。見送ってストライク、こういうキャラってさ投手でも結構な打撃力があるからね。打ちました、ボテボテの当たりはセカンドゴロアウト。さあいよいよそこが厄介なんだよね。投げた初球投手でもパワーヒッターとかね持ってたりするから、ランスロットって結構強いんだよね、野手能力、野手能力っていうか打撃能力。投げたアウトコース低め空振り三振、オッケー、なんとか0点に抑えました。良い戦いであった、確かに。最後一応タックが来てる、よし変化球、まあワンタックだけど。闇のてかさ、モード君ってポジションどこなの？え、これどうする？サクッと、いや勝ちに行く、確実に勝ちに行く。ちょっとモード君あれ見る、あ8500か、今こっからどんくらい伸びんの、1万に届くかな、この段階で 8500？ エピローグ経験点は1233人か、で何見ようとしたら、モード君だ、チームメイト入れてねえからな。あサードか、サードと1・2塁を守れるのか、ただそうだね、セカンドで D はちょっときついよね、サブポジ持ってるとはいえ本当に持ってるだけだな。でちょっと精神がやっぱり怖いんで、ちょっと弾道上げとこう、少し打てるように30にしとく。この30にして変わりがあるのかって言われたらちょっと分かんないんだけど、 QT にしとこう、だとちょチャンスで回ってきた時にちょっと打てるようにしとこう、怪我しにくさはいいや、打撃とかも関係ないからね、まあ、こんな感じでいいか、さすがに溢れるってことはないでしょう、精神だけで600はありえないからね。お待たせいたしました、1球入魂、闇のお前パワー、違う4番打ってんじゃねえかよ、闇のって何なんだこいつは本当に、さすが4番闇の恐るべし。ワンアウトランナー2塁という場面で岩井ファール決まった、ストライク、追い込んでいます、三振、バッターは9番曽根、9番の曽根でもパワー C あるか、足がめっちゃ遅いけどね、投げました、典型的なパワー系か。第4球は、いやだってパワー C なんてさプロでも普通に強いからね、 C あれば。エンタク、ここはなんとか追いつきたい、ツーアウトランナー2塁という場面で菅原、変化球がね嫌い、初球ストライクから、第2球アーサーも結構嫌いだけど、嫌いな人ばっかりじゃんっていう感じだけど、大西君も嫌い、菅原タイムリーツーベース、エンタク、なおもチャンスが続いています。ストレートか、ストレートも159だからな、ハイエンドやな、全然ダメだった、1点取ってくれた、そして俺を解放したことを後悔させてやる、闇の第2球投げました、ボール、第3球はボール、第4球を投げました、どうだ、オッケー、ライトを見送った、ノーアウト、ここはノーアウトですかい、しかもバランスがいいな、大内くん、ショートゴロに倒れています、ボール、第4球を投げた、打ちました、オッケー、ショートライナー、これでワンアウト、ランナーは守備職人が活動してんな、1球目ストライクから、ストレートはボール、投げた、見送ってストライク、第4球を投げた、ボール、
第5球この際どいところ打った打球はレフトの左へ。フェアなの？大平いいバッティングを見せました。円卓なおもピンチが続きます。ああいうのちょっと悲しいよ、投げてる人も悲しくなると思うけど、第4球自分の力しか信じられん。空振り三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターは岩井。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました。スライダー決まってストライク。投げました。まだ4回か。外してボール。2回に行ってないな。投げました。ボール。投げました。オッケー。空振り三振。2者連続三振でピンチをしのぎます。やべえ。追加点のチャンスです。お前ならいける。2塁という場面で。やべえ。いや、いけなかった。初球を打った。取りました。これです。エンタク追加点のチャンスを迎えました。ミート開いてこう。ランナー1塁2塁という。出た。チェンジアップ。さあ次の投球出た。マジでタイミング取れねえ。チェンジアップとか言って第3球を投げました。内角低め。ハザードボール。ストレート見せられると今の投げた。入ってたら絶対打てなかったよ。次が5球目投げた。打った流し打ち遅れるわ。チェンジアップがすげえ意識されちゃう。投げた打ったハルボール。引っついていくだけが精一杯だ。球を投げた打ったピッチャー返し抜けた。それだけ見せられればあれこいつ結構パワーあんな。全然ダメだったけど。これでツーアウト。ランナーはフルベース変わりません。流し打ち取ってやると。ダメか。円卓ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー二塁という場面で新倉。今日はいやだからさ、なんでやる気が下がってる。やっぱ気分や関係ある。マジでそんなあんの。円卓同点のピンチを迎えました。やる気変わってるよ。ワンアウトランナー二塁三塁という場面で平山。ちょっと待って、マジで。するか、それとも何番まで待ってきてる打順が。次モード君ってことはやっぱさっき回ってきたよね俺に。気分や引き継ぐの本当に。バットが空を切りました。マジで教えて、本当に教えてほしい。矢吹見事なピッチングです。そしたらガチで気分屋いらないんだけど。いやもともと野手でもいらなかったけど投手でもマジでいらないわ。そうするとイベントで気分屋になったじゃないですか。だから投手だから気にしなくていいかなって思ってたんですよ。思ってたんだけど気にする必要ある。出たチェンジアップ。いやこれは本当に解明したい謎だな。危ない球。第3球を投げました。あくまでもさ打席だけの話じゃないの気分やって。第4球は投手の時まで影響するんだとしたらさ、ガチ気分やだね。打ちました。3連セカンドケッツになっちゃったよ。そんなこと言ってたらしかもアーサーに変えられたし、もはや調子の具合が分かんなかった。最後見たかったなと思ったんだけど俺の気分や具合を。流し打ち一つ外した。エクスカリバって結構膝元ストレートは外れ着弾点ずれる。打ちました。一人打たれるんだよね。石塚いいバッティングを見せました。負けたとしてももう俺のせいじゃねえし。前でボールを掴みました。投げたストライク。膝元厳しいところまずは決めてきました。5球は3球目投げました。アウトローを際どいところだね。投げました。打った打球はセンターへヒット。住吉ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。危ねえ。あれちょっと入っていけ。パスボールしやがった。ワンアウトランナー二塁三塁。パスボール。それとも失投した。打った。ファール。第5球投げました。おい、どっちだ。アウトローへ。失投したのか。投げました。インロー際どい球。ボール。投げた。よし、オッケー。空振り三振。なんとかツーアウトまでこぎつけた。力でねじ伏せました。ボール。第2球投げた。おい。ちょっとアーサーこんなにコントロール悪いの？荒れてるからか。第4球をあ、そっか、荒れてるから打ちました。3塁ランナー抜けちったよ。サンドリさん破った。円卓最終回で追いつかれました。そして闇の4対4打ちました。初球抜けられた。闇のいいバッティングを見せました。円卓ピンチを迎えます。投げたストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。次が4球目投げた。外れた。ボール投げました。打ちました。いい当たり。ライナー破った。ライト前クリット。食らいついてくんなこいつら本当に。大平今日はここまで3打数1安打。第3球を投げました。打ちました。レフト前に出る。取ってこれで3アウト。ちょっと1点取るか。まず矢部が出る。
先頭バッターはやめ円卓。ここは何としてもリーディングダメだ。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。せめてこれでワンアウト。岸田まで回そう。投げました。ストレートはもう何が何でも、まずは低め。第2球チェンジアップはもうアウトコース低め。ただもうヤングもだいぶスタミナないからな。投げました。打ちました。まずはルイに出る。ああモードかいけんな。ちょっと狙おう。サヨナラのランナーが出ました。第9投げました。完全に忘れた。あー B あるからね。足警戒してるね。そりゃそうだよね。1点取られたら終わりだもんね。2塁に走られるか走られないかはすげえ重要だからね。投球は3球目投げた。うわー行かないな。掴みました。ランナー1塁に戻ります。第9じゃあお前だ。最後の最後にこのチェンジアップを告白する。告白じゃねえや、克服する。こいつマジヒーローだな。岸田またみやびちゃんか。みやびちゃんってさ、そういう趣味なの。みやびちゃんにさ、もう胴上げじゃないけどさ、担ぎ上げられてたんだけど、超羨ましいな岸田。いやでもそれがね、甲子園でホームランを打つということよ。さよならの。あとはどんだけ点数伸びるかだね。まああんだけで8500だったかな。ちょっと1万までの期待はできないよね。9000は超えるでしょっていうのはあるけど、9500くらい。あでもこいつ本当に400くれんだよね。先制ストライク。そっかくれるんだ。あとパーセンテージ的な9900。あでも1500くらいは伸びるのか。まあ、ほぼ1万と、ほぼ1万だとして、ほぼっていうか、負け惜しみだけど、届いてないからね。あとは野手と比べて、特攻のパーセンテージがどうなってるか、ちょっと、わかんねえな。わかんねえし、これやんのもめんどくさいな。じゃあ、切っとくだけ取っとこう。あとこれか、その、取ったやつだけ取ろう。はい、安全圏。先手必殺。ってことはいける。じゃあ、あとは、はい、これ。変化球ポイントが余ってるのは対抗心。ここか。こんなもんだね。あとはスタミナをちゃーっと上げて。なんか能力取れる。代打。あっ、球取ろう。いや、もうこれでしょうがない。ほいっと。ちなみにこの選手あれなんですね、本当にこの前作った野手の次なんで2人目。特攻のパーセンテージが高ければ更新はできる。特攻のパーセンテージが低ければ更新はできない。野手と比べてちょっと野手のパーセンテージがもう分かんないから、経過を見守るしかないと。ここだね。40-40は変わんないんで36650。計算できねえよ、そんな早く。36、ああ、もうパーセンテージあんまり変わんないんだ、だから。ってことは、やっぱ総経験点が、もう1万超えないと、ちょっと俺の中での更新はできないってことですね。でも654位まで落っこってるからね。まあ、どっちでやろうかなっていうのは悩みどころですね。試合がね、やっぱり大変なんだよね。投手は。だったらまあ野手でも経験点は出せそうなので、ちょっと野手メインでいこうかなとは思います。とあともう本当に最大の謎の気分屋、これが投手の時に影響してくるのか。で影響してないよって言うんだったら、じゃあなぜあの調子が変わったのっていうのは気になるんだけどね。多分影響してるんでしょうね。ということで、まあ投手はこんな感じでしたと。まあ、自分は多分野手メインで頑張っていこうと思いますので、まあ皆さんもね、まだ期間はありますので頑張ってくださいというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。